以前のマシンセッティングで言うと、リアステ結構しなるんだよな。今回はリアセッティングとブレーキまでやっていきます。リアセッティングでまず取り付けるもの、シャーシ付属のバンパー、これ前回捨てちゃったんだよな。これを取り付けるとバンパー位置が初めから低い位置に取り付けられてますので、これをアンダーガードにしていきます。そしたらここにリアステーを4点固定、 13mm ローラーを取り付けてみるとこんな感じ。あー、ちょっと下段ローラー位置高いかな。うん、こっちの方がいいかな。シャーシバンパーのローラー取り付け穴、いっそのことカットしました。ということでディアローラーセッティング、これで完成です。あとはブレーキセッティングですが、今回やってみたこととして、フロントはミニ四駆キャッチャーを使ったブレーキバンパー、フロントバンパーの形に合わせてハサミでカットしたものですが、 FRP プレートと違って厚みが抑えられるので地上高を確保できるのと、折り目からわざと余分に切った出っ歯というこの形状がスロープの形状に合わせて当たりやすくなります。ギアブレーキに関しては AR シャーシブレーキセットをスペーサーで高さを調節しながら取り付け、ブレーキ幅これほど必要としないので余分なところはカットしてもいいでしょう。はい、これでブレーキセッティングが完成です。チェックボックスに入れてみると、あれかな、出っ歯の分車検引っかかったりするかな。ここまでのセッティングで一度走行確認してみましょう。